はい、ありがとうございます、はい、先ほどまでは柳澤さんが海外とか国際協力に興味を持つきっかけみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、はい、この動画では JICA 海外協力隊で何をしていたのかみたいなところをお伺いしようかなと思ってます、はい、JICA 海外協力隊に参加する前、ワーホリも行ってインドネシアも行って先進国も途上国も行きましたと、はい、そっから JICA 海外協力隊に参加するきっかけっていうところもちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、何がきっかけで応募されたんですか？オーストラリアに帰国間際ぐらいに帰っちゃうなと思って、うん、もうちょっと海外に行きたい長期間で、はい、うんうん、思ってどうしたらいけるんだろうと思って、旅行で行くことは絶対なかったの で留学にもあまり興味がなくて、仕事をできるほどのスキルもないですし、どうしたらいけるんだろうって時にたまたま集まっていた日本人会みたいなところで、うん、海外ボランティアの話を聞いて、なんだそれはと思って、はい、そこで JICA っていう名前も聞いて、はい、ずっとそれが頭にあって、はい、帰国してからピピピって調べて、はい、これだなるほど、じゃあそれを行きたいと思ったわけですね、うん、そうですね。じゃあ実際行きたいと思った時に応募するじゃないですか、はい、応募する時って国と職種選べると思うんですけど、はい、国はまずどこ行こうと思ってたんですか？国は中南米に興味があってなので中南米に行きたいなってざっくりと思っていたのと、職種は何もないと思ったんですよ、はい、まだ帰ってきて23で、編集の仕事って言ってもそれ教えられることはなと思って、何もないって時に職種を選ばない青少年活動っていう、これなんだと思って、青少年だから子供なのかな、子供好きだしこれでいいかみたいな、そういうことですね、はい、じゃあ青少年活動っていう職種を選んで、はい、ちなみに国は中南米ってお話だったんですけど、中南米に行きたいなと思ったのはまだ行ったことなかったからですか？はい、あ、そうか、そうです、イメージもないんですけど楽しそうだぞっていう、うんうんうん、そのイメージありますよね。そうなんですよ、すごい陽気なイメージありますよね。 はい、なるほど。あ、じゃあ中南米で青少年活動で応募したわけですね。はい、実際行かれた国はどこだったんですか？ガーナです。アフリカなんだけど、そう、ガーナ行かれたんですね。1、2が中南米で、3位にガーナにはしてた。そうなんだ。え、なんで3位はガーナだったの？あの養成があるじゃないですか。私が見た時に手工芸っていう職種の中で、はい、その内容が自分にできないとダメですよね。例えばその染め物できる人ってなると染め物の経験がないんで、うん、これはダメだと思ったら染め物ブラジルであったら、なるほど、ね、ブラジルに行けない。確かに確かに。でその中でガーナっていうのは自分ができそうと思った内容だったので。なるほどですね。じゃあ実際ガーナ行くじゃないですか。ガーナ行った時って具体的にどういう養成内容だったんですか？専門職の学校出てればいいっていう、それだけの募集で、あとその内容的には職業訓練校の子どもたちに手工芸を教えるって、そんな感じだったんですよ。そうなんですね、はい、ちなみに手工芸はもともと柳澤さんされてらっしゃったんですか？知ってました。え、そうなんですね。もともと作るのは好きで、趣味でいろんなの作ってたんですけど、服飾の専門学校に実は行ってて。え、そうなんです。え、じゃあ服飾の専門学校出て編集のお仕事をした？はい。あ、そういうことですね。なるほど。あの高校卒業して大学に行く気は全然なくて、その時も編集の仕事をしたいって決めてたので、うん、はい、ライティングの専門学校に見学しに行って、ここでいいやっていう思ったんですけど、その隣にたまたま服飾専門学校があって、そんなのあんの、覗いてみるかと思って覗いたら、うん、服飾の専門学校見たら素敵と思って、それを見ちゃったがゆえに服飾の専門学校に行っちゃったんですよ、うん、そうなんですね。ってことはですよ、ライティングの専門学校に行こうと思ってたんですよね、はい、で服飾の専門学校に行きましたよ、はい、でもお仕事はライティングにまた戻ったんですね。せめてつながるのはファッション雑誌だったかなっていう。じゃあそこがちょっと合わさったみたいな感じなんですね。あの思いっきりつなげましたけど。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあもともとは服飾とかのバックグラウンドはあったんですね。そうですね。なるほど。ちなみに手工芸ってすごいいろんな種類あると思うんですけど、ガーナの時はどういう手工芸だったんですか？もう本当に教えることは何でもよくて、なので海外に行く前に本屋さんに行って、手工芸のあこれ教えたいこれ教えたいっていう本をいっぱい買って、うん、とりあえずいろいろ持ってったんですよ。あっちに行ったら、うん、基本は刺繍ですとか、うん、向こう手回しミシンなんですけど、ミシンで作った帽子とか自分ができることを教えてました。あ、そうなんですね、はい、じゃあ実際それで教えてたと思うんですけど、具体的にどういうものを教えてらっしゃったんですか？本当にいろんなものを教えてたんですけど、マクラメっていう、ま、マクラメ？マクラメっていう技術があるんですけど。あ、そうなんですね、はい、ベルトとかバッグとかいろんなものができるんですけど、うんうん、それを教えたら、はい、すごくそれがヒットしてしまって、うん、なのでほぼそれを教えることで終わりました。なるほど。今実物とかってあったりしますか？あ、はい、これが実際に、これ、はい、これマクラメ？マクラメです。バッグですか？バッグですね。実際にガーナでサンプルで作ったもので、これもガーナにある紐なんですけど、はい、そうなんだ。これ
それはもう枕目の一種なのでいろんな編み方があるんですけど、はい、でもこれいいですね、ちゃんと縛れるし。そうなんですよ。ああそうなんだ。ちょっとこれだけじゃなくて、はい、本当にいろんなものができるんですけど、こういったのを教えたらもうヒットしちゃって、はい、確かにこれアフリカにあるわこの糸それですよねありがとうございます、はい、じゃあ実際これ人気になったって言ったじゃないですか、はい、なんで人気になったんですか。面白かったじゃないですか、うん、糸があれば道具を使わないので、うんうん、技術を教えればできて、ベルトできてる私も欲しいってなって、私が教えた生徒だけじゃなくて他の料理科の子供たちも授業終わってから教えてって言ってきて、はいはい、技術を教えればその子は先生になれるので、私が教えなくてもその子がその子に教えて、あと先生にも人気になってなって、うん、生徒が先生に教えてたりとか、ね、で先生が生徒にって感じで、もう枕目学校見たくなってすごい楽しかった面白いな。そうなんですよ。なるほど、よかったです。じゃあそれの技術は持ってってよかったですね。初めてやったんですよ枕目、向こうで、あ、よかったと思って。もうできるもんなんですね。できるもんですね。そうなんですね、はい、じゃあ枕目は教えてたと、はい、どういうことを課題に感じられてたんですかね、そこの学校って。やっぱ職種によってはそこで作ったものをどこかで売ってお金にするっていう現金収入につなげる活動もできたりとかしましたし、私の他の友達もそういうのやってましたし、私もしたかったんですけど、ちょっとそこまでは至らずに枕目を楽しむっていうことだけに、うん、まあ、だかられっきとした技術移転ですよね。そうですね。なるほど。じゃあ実際一番印象に残ったことってありますか。まさか枕目がこんなに爆発するとはっていう感じで、やっぱりその学校中が人が人に伝えてるっていう目の当たりにした時にすごい感動して、うんうん、あとやっぱ先生とかがユノって呼ばれてたんですけど、ユノありがとねって言ってくれて、あなたが日本に帰ってもこのおかげであなたのこと一生忘れないわって言ってくれたのがもう印象的で、うんうん、それ嬉しいですね。そうなんですよ。なるほどね、はい、逆に初めてのアフリカじゃないですか、落ち込むことはなかったですか。協力隊の人がみんな初めは落ちるって聞いてるんですけど、最初の3ヶ月間といいますか、あれ思ったより豊かだな私必要かみたいな感じで思って、あとその一生懸命一生懸命やろうとするんですけど、向こうがルーズで思い通りにいかない、イラーっていう、ちょっとそれはありましたよね、うんうんうん、そういう考えとか感情をどういうふうにコントロールしてったんですか。そこで初めて国際協力とかいうことを考えるようになって、はい、国際協力っていうと何かをして結果を出すぞって思うんですけど、逆に私がおもてなしされてたりとかして、日本人が来たよみたいななっていて、うん、国際交流にするかっていう感じで切り替えて、うん、みんなと仲良くする、楽しく過ごしてたっていう感じですね。その中に技術を伝えて何か残せたらよかったっていう、うん、なるほど、そういうことですね、はい、自分自身は楽しむスタンスでいこうと、うん、ただみんなと楽しむときに一つのツールとして手工芸があったというところだったんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。ちなみに初アフリカで危ないことはなかったんですか。車が運転が荒いので、うんうんうん、そこでちょっと事故ってしまって、うんうん、ここを5円玉ぐらいのちょっと塗ったと言いますか、ちょんちょんちょんって血をやったぐらい、はい、いや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 軽く言うけれども、あ、そうなんですね。なのでその強盗とかそういったものなかったですし、うん、平和な国でしたね。なるほど。じゃあ2年間ガーナ行ったじゃないですか、はい、行ってみてよかったですか。とてもとてもとても良かったですやっぱアフリカに行けばアフリカをちょっと身近に感じられますか。それは全然感じますね。アフリカ大陸って呼ばれてる中で、うん、私はもうガーナしか行ってないですし、うん、モロッコも行ったんですけどまた違うじゃないですか。そうですね。なのでガーナとここが似てるな違うなとかアフリカを語れることはできないんですけど、身近にはとても感じましたね、うんうん、ちなみにじゃあ日本に今帰ってきてるじゃないですか、はい、ガーナに行ったからガーナのニュースが例えばパッと出た時ちょっと気になっちゃいますか。ちょっとどころかかなり気になります。もちろん気になります。あ、でもすごいわかる、そういうの、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあそこも含めてなんですけど、手工芸の面白さってどういう風にガーナの人たちに伝えていきました。向こうにも織物っていうのがあって手工芸もあってなんですけど、そこにあるもので手に職を持って何かできるとこんなものができてそれを売ることができるんだよ、それお金にできるんだよっていうことを普通にやってますけど、それってすごいことなんだよっていうことを知ってもらいたかったなっていうのはありますよね。なるほどですね、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画では柚澤さんが国際協力にどっぷり入り込んだ時期っていうところだと思うんですけど、ジャイカ海外協力隊に参加して何をしてたのか、ガーナで何をしていたのかっていうところをお伺いしたんですけど、はい、次の動画ではその経験を得て今何をしているのかっていうお話をお伺いしようかなって思ってます、はいはい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。